はいどうもこんにちは、リート馬券室です。ほんまにお金ないです。残り残金が約2万円、はい、携帯代も家賃も払えない状況なんで、今回の愛知杯当てなければ終わりです。はい、というわけで、愛知杯の予想をやっていきたいと思うんですけども、2回目です、はい。早速愛知杯 G3 ですね。小倉の荒れるとされる小倉のね芝 2000m 本命発表していきたいと思います。愛知杯 G3 の本命は11番セントカメリアです。はい、セントカメリア、金量54で、西村ジョッキーということもあるんですが、皆さんわかります。はい、ミッキーゴージャスじゃないの、セントカメリア負けてますってなると思うんですけど、私の見解はですね、まず、ミッキーゴージャス、はい。ミッキーロケット3区がですね、正直来てないっていうのが危険因子かなと。もちろん川田ジョッキープラス大量。でも、まあ一番人気でダントツなんですけど、あんまり読みがないんで、本命にはしたくないなということで、来たら仕方ないです。強かったなで終わり。ただ、セントカメリア、勝負したね、ミッキーゴージャスとの成績見てみるとですね、2走前か、修学院ステークスでいいのかな、これ。54キロ、金量変わらずで、出遅れたにもかかわらず、0.4 秒差。はい。ただ、前走のミッキーゴージャスは、1キロ金量が、上がりますね。はい。上がるので、で、プラス、ミッキーロケット3区は来てないから、ワンチャン、セントカメリアが勝ってもおかしくないかなという予想になってます。で、今4番人気か、4番人気で10倍台ついてるんで、私は本命をセントカメリアにしたいなと思います。ドゥラメンテ3区はね、成績いいので、はい、血統と、まあ、実績と、まあ、あとは展開次第かな。西村ジョッキーも最近来てるので 2000m の成績もいいです。4104、はい、まあ、小倉の勝ちくらいはないんですが、馬券妙味的にも期待したいなと思います。そして穴場なんですけど、小倉 2000m 愛知杯 G3 の穴場たくさんいます、正直。はい。というか、まあ、荒れるレースで、金量もうハンデ戦でバラバラなんで、誰が来てもおかしくない。というわけで、まあ、穴場候補言っていきます。糸目、3番、タガノパッション。はい。キングカメハメハ3区ということで、まあ、6歳なんですけど、内枠引いたっていうのが有利ですね。ただ、先行はしないんですけど、内枠の馬ってたまにね、先行になっちゃう時があるんで、休み明けですけど、小倉の成績が0042と、馬券内率が非常に高いので、まあ、抑えててもいいんじゃないかと。そして、2投目。6番、ミス・フィガロ。これはもう言わずものがな、ディープインパクト3区なので、入れときたい。で、金量も52キロ、藤岡ジョッキー、はい、入れてもいいんじゃないかというわけで、はい。ぜひね、構想してほしいなと思います。まあ、浅いですよ。浅いです、考え。で、大穴場。僕の中で、長距離の、軽金量、もうハンデもらっている馬は、嘘でも買えっていうのがね、あるんで、はい。14番、テリオスマナも、大穴で入れたいなと思います。もう大穴です。4頭立ての14番人気なんで、はい。まあ、ただね、前走、の 2000m53 キロで3着に構想してるのもあって、小倉の勝ち倉もある。はい。で、金量が4キロも、軽い49キロで出走ということで、ワンチャンあってもおかしくないかなと思います。はい。そして、危険な人気馬ギリのコーナー。はい。今回はね、危険な人気馬います。それが、発表していきたいと思います。危険な人気馬愛知杯の G3、 それは3番、ごめんなさい、2番、コスタボニータ。ギリ失礼しました、忘れてたわ。うん。イスラボニータ3区もね、成績が悪いので、まあ、内枠先行ということで、だいぶ、枠の恩恵はでかいのですが、2000m 走ったことがないっていうのと、金量が55キロ。他の馬に比べてね、まあ、最金量か、になりますんで、それで2番人気、危険かなと思って、僕は切らしていただきます。あと、鮫島ジョッキーは嫌いじゃないんですけど、サメ苦手なんで。あたした。